エクスプラナー J は日本電機が販売している製造業向け ERP パッケージソフトウェア。中堅企業向けの ERP パッケージソフトウェアとして国内で初めて開発環境とのセット販売を行った製品である。派生製品として自動車部品製造業向けのエクスプラナー J と食品製造業向けのエクスプラナー JF が存在する。 なお製品名末尾の J は Java の頭文字に由来する。エ x スプラナー J は1998年7月に出荷を開始した NEC の製造業向け ERP パッケージソフトウェアエ x スプラナー M をベースにそのウェブ対応版として開発された。2003年10月より販売開始。 初版では HTML ベースであったが操作性を向上させるためバージョン2からフラッシュベースに変更になった。2020年末でフラッシュプレイヤーが EOL となることを受けてバージョン4からはフラッシュベースから HTML5 ベースに変更になった。モデルドリブンアーキテクチャを実現しているエクスプラナー j スタジオを利用して開発する。マイクロソフトビジを利用して 機能単位の画面および処理、データベースの関係を定義し、画面の設計は Adobe Dreamweaver を利用して大まかな画面構成を設計する。処理の設計は Microsoft Excel を利用してボタンに対するイベント処理定義と入出力する、フィールド定義、実行する SQL 文の定義をすることで Java および JSP ソースが自動生成される。NEC 中堅企業向け ERP パッケージの審判を、発表開発環境をセットで提供ダッシュ COMPUTERWORLD.jp